キーパーやる前にルルブの何を覚えればいいの？367ページ全部は無理すぎ。どうも、 TRPG 歴10年 TRPG に関することなら大体やっているタワケンです。初めてキーパーをやろうと思ってもルールブックの何を覚えておけばよいか分かりませんよね。セッションを始める前にキーパーがルールブックの何を把握しておくべきなのかについての紹介を2回に分けて行う予定で、今回は前編となります。今回紹介するのはダイスロールについてと探索者のステータスについて、サンチェックについてとなります。なお6班メインの解説となりますので、あらかじめご了承ください。ちなみに、そもそもセッションの流れがどうなっているのかについて知りたいという方は、すでに過去に解説しているので、そちらの動画をご覧くださいね。タワケンチャンネルでは TRPG に関する動画の投稿や配信をメインに行っていく予定です。解説動画も基本の木から上級者向けテクニックのところまで幅広く触れていきますので、ぜひチャンネル登録と X のフォローお待ちしております。まず一番最初にキーパーが把握しておくべきルールはダイスロールです。 TRPG はキャラクターになりきって行動するロールプレイの他に、ダイスロールを用いてあらゆる判定を行います。例えば探索者作成の時にステータスを決めるためにダイスロールを行ったり、例えばセッション中に少し難しいことを行う場合に、それがうまくできたかどうかの判定としてダイスロールを行ったり、とにかく頻繁に使っていくことになるので、まずはダイスロールとは一体どんなものなのか理解しておきましょう。詳細はルールブックの34ページから35ページダイスとロールの項目にて記載されているので、そちらをご確認ください。次に把握すべきは探索者のステータスについてです。探索者の基礎的なステータスには、 STR、コン、パウ、デックス、APP、サイズ、イント、EDU の8項目あります。それぞれ一言で説明すると、 STR が筋力、コンが持久力、パウが精神力、デックスが敏捷力、 APP が人としての魅力、サイズが体の大きさ、イントが地頭の良さ、 EDU が知識量となります。これらの値は高ければ高いほど能力が高いことを表します。逆に低ければ低いほどそれほど能力がないとなるでしょう。詳しくはルールブックの42ページから44ページ能力値の項目にて記載されているので、そちらをご確認ください。またその他のステータスとして押さえるべきステータスが4つありまして、それは耐久力の HP、 魔力の MP、 ダメージボーナス、そして3です。HP は怪我をすると減っていきます。これは体の外側内側どちらも関係します。46ページに詳細があるのでしっかりと確認しておきましょう。また HP がある一定の値減少すると気絶や死亡状態となってしまうこともあり、減少した HP は時間経過か、あるいは治療によって回復せざるを得ないでしょう。これらの処理についても押さえておいた方が良いでしょう。61ページから65ページにわたって詳細に記載がありますので要チェック。MP は探索者の持ち合わせている魔力のことです。これを駆使していくことで、クトゥルフ神話の世界に存在する魔術を扱うことができます。また、ダメージボーナスとは戦闘において、相手に攻撃を当てることができた時に、通常のダメージに加えて追加で与えられるダメージのことです。探索者の基礎的なステータスの値によってダメージボーナスは決定されます。MP とダメージボーナスは46ページ、47ページに詳細が記載されていますので、確認しておきましょう。そして最後に3です。3はこのクトゥルフ神話 TRPG の目玉システムです。3とは、産地や小規模とも呼ばれ、これは探索者の精神の値を表しています。産地が高ければその人は精神的に強く、低ければ精神が脆い状態にあると言えるでしょう。探索者はセッションの進行につれて恐ろしい事象への遭遇、あるいは神話的事象との開口が増えていくことになります。そうなった場合に発生するのが小規模喪失と呼ばれるダイスロールです。産チェックと呼ばれることも多く、これを行っていくことでどんどん産地が減少していきます。一度に一気に減ったり、短期間でじわじわとたくさん減ったり、産がゼロになったりすると探索者は様々な狂気状態に陥ることでしょう。特に産がゼロになった場合は永久的狂気と呼ばれ、キャラクターロスト状態となってしまいます。また戦闘中に狂気状態に陥ってしまったら最悪です。時にはこうならないように、プレイヤーは3チェックを回避するプレイングが求められることもあるかもしれません。44ページの3の項目、そして85ページから95ページのクトゥルフ神話が引き起こす狂気の項目、3の使用の項目、現在小規模ポイントの上昇の項目、狂気の項目、狂気の治療の項目はしっかりと押さえておきましょう。
今回はここまで。いかがでしたでしょうか。今回説明したこととルールブックを読んだ上でわからないことがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。またこの動画いいなと思ったら、友人にぜひこの動画をおすすめしてください。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。